平成28年10月19日、JR の観光特急阿蘇ボーイが、熊本地震発生以来半年ぶりに阿蘇市一宮町の宮地駅に帰ってきました。この日は、保育園児28人が小旗を振り、お帰りなさいと歓迎する中、大阪の旅行会社が企画したツアーの団体客20人を乗せた阿蘇ボーイが、大分から JR 宮地駅にやってきました。阿蘇ボーイは4月に発生した熊本地震で JR 豊肥線が寸断されて運休したため、地震以降は福岡方面で臨時運行されていて、阿蘇ボーイが阿蘇路を走ったのは地震以来半年ぶりです。団体客は宮地駅に降りた後、地震で楼門が倒壊した阿蘇神社や門前町商店街の水木巡りなど、およそ1時間半散策した後、貸し切りバスで肥後大津駅へと向かい、次の目的地へ向かいました。団体客の一人は、倒壊した阿蘇神社の楼門を見て、20年前に発生した阪神・淡路大震災を思い出しましたと話していました。阿蘇ボーイは大分へと改装されましたが、今月から博多と長崎のハウステンボス間で臨時運行されることになっています。